はい皆さんこんにちは弁理士の木目なめです今回は明細書と特許請求の範囲の関係性についてお話しします今画面には明細書は特許請求の範囲の説明書なのかと書いてますけどもこういう言い方する人って結構いるんですよねしかし果たしてこれは正しいんでしょうか それとも別の解釈があり得るんでしょうかそういったことについて今回はお話し,します特許出願をするのに必要な書面としては5種類あります願書と特許請求の範囲と明細書と要約書と図面ですこの5種類のうち今回の動画では特許請求の範囲と 明細書との関係性についてお話ししますこの2つの書面は一体どういう関係性にあるんでしょうか一方が他方の主従関係なんでしょうかそれとも一方が他方に包含されている関係なんでしょうかそれとも一方が他方の簡略版または詳細版ということなのでしょうかあるいは さっき示したように、明細書は特許請求の範囲の説明書という捉え方なんでしょうか。いろいろ考えられますよね。さあ、実態はどうなんでしょうか。皆さんはもうご存知だと思うんですけども、特許請求の範囲という書面には、請求項一、二、三というふうに請求項に区分しながら、権利化したい内容を、 文字で書き表しますよね。一方明細書という書面の方にはあたかもその特許請求の範囲の内容を説明するかのように長い文章を書きますよねさてこの2つの書面の関係性は一体どういうものなんでしょうかこの2つの書面の書き方について特許法には規定があります。 三十六条がそれに当たるんですけれども。その中でも、今回は特に。三十六条の四項一号と五項と六項一号に着目します。最初に、三十六条四項一号を見てみます。この規定は明細書の記載に関する規定です。経済産業省令で定めるところにより。その発明の属する技術の分野における通常の知識を有するものが。 その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであることです。要するに、当業者が実施できるように記載すべしということですよね。さて、次は三十六条五項です。これは特許請求の範囲の記載に関する規定なんですけども。 特許請求の範囲には請求項に区分して各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないです要するに特許請求の範囲には出願人が権利化したいと思う内容を漏れなく書くべしということですうん 逆に言うと、出願人が権利化しなくても良いと思うことは、特許請求の範囲に書く必要はありません。さて、最後に三十六条六項一号です。この規定も特許請求の範囲の記載に関するものでして、まず柱書きとして、特許請求の範囲の記載は次の各号に適合するものでなければならないとあって、そのうちの一つとして、 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることとあります。これは要するに特許請求の範囲には明細書に記載されている内容を書くべしとそういうことです。明細書に記載されてもいない内容を特許請求の範囲に書いてはいけないということです。うん。 さて今画面にはこれまで見てきた3つの条文の内容をまとめて示しています特許請求の範囲の記載の仕方としては権利化したい内容をもれなく書くということと明細書に記載されている内容を書くということですよねこの明細書に記載されている内容を書くっていうことは一般にはサポート要件と言われています一方、 明細書の記載の仕方としては、当業者が実施できるように書く。と。そしてこのことは業界では実施可能要件と言われています。こういう条文の内容を知った今、特区請求の範囲と明細書との関係性を皆さんはどういうふうに捉えますか。 うん、考えてみましょうか一つの結論としては最初の画面に示したものが挙げられますすなわち明細書は特許請求の範囲の説明書であるという考え方ですその場合書面の作成の順番としてはあたかも 特許請求の範囲が先に完成して、それを説明するために明細書を書くという、そういうことが想定されますよね。うん。では一方、明細書を先に完成させて、その後に特許請求の範囲を作り始める、と、そういうことは考えられないでしょうか。 そしてもしそれが考えられるとしたら特許請求の範囲と明細書との関係性はどう表現しますかさてここで私なりの結論を示します特許請求の範囲と明細書との関係性の捉え方については2種類存在します1つ目は 最初から申し上げているように、明細書は特許請求の範囲の説明書であるという捉え方です。そして2つ目は、特許請求の範囲は明細書の記載の中から特許を請求したい部分を抽出したものであるという捉え方です。この2つの捉え方はいずれかが優れているというものではなくて、両立しうるものです。そして ある場面では1つ目の捉え方が良くて別の場面では2つ目の捉え方がいいっていうそういう状況が発生し得ますですので実務上はこの2つの捉え方両方を知っておいて都合のいい方を使い分けるということがよくありますそしてさらに言えば私の経験上は1つ目の捉え方をしている実務家の方が多数派 だと思います二つ目の捉え方をしている実務家は少数派だと思います。それはどうしてかと言いますとその話はまた別の動画でお話ししようと思います。さてここからは簡単な実例を持って説明します。今画面には特許請求のの範囲とと明細書との 簡単な実例を載せているんですけどもまず特許請求の範囲は請求項に区分して特許を請求する事項を記載しています読み上げますと請求項1鉛筆の一方の端部に消しゴムを備える消しゴム付き鉛筆請求項2前期鉛筆と前期消しゴムとは他の部材によって互いにかしめられている請求項1記載の消しゴム付き鉛筆請求項3 前期鉛筆と消しゴムとは接着剤によって互いに接着されている請求項1機材の消しゴム付き鉛筆ですうんこの特許請求の範囲ではまず請求項1で一番広い範囲として消しゴム付き鉛筆が規定されていますそして請求項2と請求項3では消しゴムが鉛筆に対してどんなふうに設けられているか いいうことが特定されています一方、明細書の記載はこうなっています。本実施形態の消しゴム付き鉛筆は、鉛筆の一方の端部に消しゴムを備えるものである。鉛筆は種類を問わず、横断面が円形のものでも多角形のものでもよい。また、鉛筆は色鉛筆であってもよい。消しゴムは、鉛筆に対して他の部材、 例えば金属部材によってかしめられることで取り付けられていてもよく接着剤によって接着することで取り付けられていても良いさてではここで特許請求の範囲の記載と明細書の記載との対応関係を見てみましょうか今画面には色をつけました請求項1 2 3 の記載に対してそれぞれ赤、青、緑の枠をつけましたけれども、この記載が明細書のどこに書いてあるかということを同じ色で示しています。それでここで皆さんに考えていただきたいのが、この対応関係はどちらが起点なのだろうかということです。 どっちが先に発生してどっちがそれに対応して作成されたものなんだろうということです今画面には矢印をつけましたこの矢印は特許請求の範囲の側を起点として明細書側へ向かう矢印ですこの矢印を見て 皆さんはしっくりくるでしょうかそれとも違和感を感じるでしょうかさて今度は矢印の向きを逆にしてみました矢印の起点が明細書側にあって 矢印の終点が特許請求の範囲の側にありますこの状況を見て皆さんはしっくりくるでしょうかそれとも違和感を感じるでしょうかさてではここで。 矢印の方向を切り替えましょうか。矢印の方向を交互に切り替えます。しばらくお付き合いください。 この辺のことはもう私が言葉で説明するよりも皆さんに感じ取っていただきたいことです今画面の右側には捉え方1、2という2種類を示していますけどもこのいずれの考え方も可能だということですさてでは次に 特許請求の範囲の記載を少し変更した例を示します。この例では、請求項1は先ほどの例の請求項1と請求項2を合体させたものとしています。請求項1の赤枠で囲った内容は、明細書の赤い枠や赤い架線の部分に記載されています。 この事例で私が言いたいことは何かと言いますと、明細書には特許請求の範囲の記載とは直接的な関係がないことも記載されているということです。今、画面では緑色で示しています。特許請求の範囲と明細書との関係性を語る上で、この緑色の部分の記載は、 一体どういう意味があるんでしょうね明細書には別にどんなことを書いても構いませんのでこんなふうに特許請求の範囲の記載とは直接関係ないことが明細書に書かれているってことも十分にあり得る話です捉え方の一として明細書は特許請求の範囲の説明書であるっていうのをご紹介しましたけども そういう捉え方ですとこういう事例はなかなか説明しにくいですよねなぜなら緑色の部分は特許請求の範囲の説明にはなっていないからです一方捉え方の2の方特許請求の範囲は明細書の記載の中から特許を請求したい部分を抽出したものであるっていう捉え方ですと うままく説明すすることができますよね出願人は緑色の部分には特許を請求せずに赤い部分について特許を請求しているということです。うん、こういう事例を想定しますと捉え方の12のうちいずれか一方の捉え方をすると有利に考えることができるということになります。 さて、今回の動画のまとめとして内容を繰り返します特許請求の範囲と明細書との関係性の捉え方については2種類考えられます一つは「明細書は特許請求の範囲の説明書である」という捉え方ですもう一つは「特許請求の範囲は明細書の記載の中から特許を請求したい部分を抽出したものである」という捉え方です うん、そしてこの2つの捉え方は状況に応じて使い分けるとうまくいくそういう状況があります私のおすすめとしてはこの2つの捉え方のうち一方に肯定するのではなくて都合のいい方を使うということです ぜひともこの二つの捉え方を覚えておきましょう。はい、今回の動画は以上です。もしよろしければコメント、高評価ボタン、チャンネル登録をお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。